ようこの部屋ようこそ。今日は神奈川県大和市で、ボイストレーニング、そしてミュージカル、そしてピアノ教室を開いていらっしゃいます三浦志保先生にお越しいただきました。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、神奈川県大和市でボイストレーニングとピアノの教室を、開いております、三浦志保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先生はね、すごくね、こういろんなね、音楽の経験がされてて、ミュージカルの方はあれですか、教える感じを。そうですね、かれこれ20年ほど、音楽教室のミュージカルコースの講師として教えておりまして、下は5歳児から上はもう本当にシニアの方まで、いいですね、ミュージカル。なんかこうね、すごいね、もう夢があるキラキラしたね。そうですね、キラキラしてますね。ご自身はステージに立っていらっしゃるのはどういった立場で。はい、私自身は、声楽家、オペラ歌手として、今まで新国立劇場歌唱団で長く所属しまして、ずっとステージに立ってきました。先生の教室は今どんな方に来ていただいてるんですか。はい、小さい子、お子様ももちろんなんですが、上はシニアの方までで、例えば、そうですね、オーディション前の兄とかのオーディション前の、お子様から上は合唱にすごく向いてらっしゃる、シニアの方、またお母様方に、来ていただいております。ちょっと児童劇団のオーディションでもちょっと目指したいななんて人も見ていただけると。そうですね、はい、なかなかね、そういったことを見てくださるお教室ないと思うんですけど、ぜひね、やっぱりね、子供には可能性ありますもんね。そうですね、やっぱチャレンジね、させてみてもいいですよね。そうですね、今そうやってミュージカルに憧れる方々がすごく多いんですけれども、やはり前向きに人の前で元気にしゃべるとか、表情を豊かにとかっていったことが意識して稽古しております。やっぱね、自己表現って大事ですもんね。そうですね。あと先生のお教室はピアノも教えてくださるということで、ピアノはやっぱりあれですか、そういったミュージカル、それ大事ですかね、ピアノも。そうですね、ミュージカルと限らず歌を習う方は、やはりピアノを弾けて、自分でその和音を感じたり、旋律を弾いたりとかすることで、音楽性ももっと広がっていくかと思いますので、ピアノも取り入れてます。やっぱり楽譜読めるって大事ですよね。大事ですね。どの、コースに行かれても、そうですね、楽譜は大事ですね。地図みたいなものですよね。なるほど、なるほど。じゃあそういったものもしっかり初めから教えていただけるということで、はい、神奈川県、大和市ですね、そういったこういろんなね、コース、先生のところで展開してますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。神奈川県大和市でボーカルとピアノのお教室、お子様へのピアノのお教室を開いております。お気軽にお問い合わせをよろしくお願いいたします。はい、今日は先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。